結果を教えていただいてもいいですか。日系の食品メーカーと中国系の外資 IT に学んでいただいたっていう形です。日本女子大学っていう大学の時点で OB はいないし、で社会福祉学科っていうことを学歴が必要だよって書かれてる企業にも結構出してたのね、ぶっちゃけ一個も落ちなかったの。本当に行きたいのであればちゃんと戦略的にやるっていうのも一種の方法だから、悩むんじゃなくてまずは行動してほしいっていうのは私の中の答えかな。どうもしゅんです。こんにちは。今回はですね、合格者インタビューということで、去年しゅんダイアリーに就活生として出演してくださっていた弘中さんに来ていただきました。日本女子大学人間社会学部社会福祉学科4年の弘中ゆりと申します。よろしくお願いします。ちょうど一番最初に出てくださったのが、大人3人に就活相談をする、今就活ダッシュという企画なんですけど、学歴が低くて自己肯定感が低いというちょっと尖ったサムネイルに出演いただいたのが最初のきっかけですよね。そうですね、はい、じゃあ就活の結果を教えていただいてもいいですか。日系の食品メーカーと中国系の外資 IT に学んでいただいたという形です。おー、喋れは言えないんですけど、誰もが知っているトップ企業ですよね。そうですね、はい。ざっくりした就職活動のスケジュールを教えてもらってもいいですか。意識をし始めたのは2年生の後半ぐらいで、エントリーシートだったりとか、いわゆる自己分析みたいなのもやり始めたのはその時期。当時は主にコンサルを見てて、インターンをまあ結構応募して、でそこからちょっとやる気がなくなって、インターン応募したからもういいだろうみたいな。3年の夏ぐらいぐらいぐらい、そうだから一番やる気ないのは多分9月ぐらいから12月ぐらい、そこからまた本腰入れ始めたのが4年生の3月ぐらいかな。じゃあ結構波はあったってことですね。めちゃくちゃあったの。それは気持ち的な部分で。あ、そうそう、気持ち的な部分。その気持ちが落ちた理由とかってどういうところにあるんですか。早めに始めてたから単純にモチベーションが下がった。行きたい企業が特に明確なわけじゃなかったから、なんか第一志望に向けて戦略的にやるっていう必要性がなかったんだよね。だからモチベーション下がるだろうな。そうか、何のためにやってるのかって、ね、そうそこからどう立ち直ったんですか。とりあえずどこか受からなきゃ、私の目標とする新卒としての内定みたいなところには、届かないだろうと思ってたから、いわゆる内定ダッシュのために、動いたっていうのが、本当単純な。じゃあ、ある種のなんか義務感とか、やらなきゃっていう気持ちで、最後の、ラッシュのところに頑張ったっていう。そう。世間的なその学歴とかがあるわけではないから、自己肯定感が低くなったりとか、自信がないっていうような話をしてたと思うんだけど、結果的に就職活動においてみんなが持っている学歴のハードルとかっていうのは感じたりしましたか。結論は感じなかった。やっぱ学歴が必要だよって書かれてる企業にも結構出してたのね、ぶっちゃけ一個も落ちなかったの。へえ。ES とか一次面接二次面接はめちゃくちゃ高かった通過率。多分早めに動いたからだと思うけど、その学歴を最初懸念していたって言ったら、結果的にはそんなに反応はされなかったから。それは早く動いてる人もいっぱいいると思うんですけど、なんでゆりちゃんは AES の通過率、面接の通過率が高かったと思いますか。自分の経験を言語化するうまさだったりとか、あと面接で突拍子もない質問が来た時にすぐに答えられる視点の速さみたいなのはすごいあったかなと思ってて、それが私が主に今面接とかでも ES とかでも突破した主な原因かなと思ってます。突発的に聞かれた時の対応力や言語化力みたいなところを鍛えるために具体的にやったこととかってありますか。意識してるのは結論ファーストで簡潔に答えること。それに対して必ず自分なりの価値観だったり考えとか経験を必ず結びつけるように話してた。回答したことに対して何がきっかけでそう感じて、じゃあ具体的にどうしてそれを行動として行ったのかっていうところまで、ストーリーをしっかりと面接官に伝えたことで説得力が増したんだと思う。留学の経験で言うと、どういう話し方で簡潔に話してたんですか。なんで IT 業界なのみたいな感じで聞かれた時は、私が滞在していた中国は、常に IT の高度化だったり最小化が目の当たりにできる国だから、実際にそういった経験を通じて日本に帰ってきた時に DX の普及率の低さだったりとか、まだペーパーレスになっていないところだったりっていうところに疑念を感じて、IT 業界志望してますみたいな感じで言えば、私の経験ベースでその業界を志望しているっていうのが伝わるはずだから、しかもそれが私にしか話せないことだから、そういう意味では説得力を増すために使ってた。実体験を元にしてますもんね、っていうところがある種通過率が高かった
原因かなっていうことですかね、うん、そうそう聞かれたことに対して、うん、ただの Q&A だと、うん、事実述べてるだけ調べてることとか、うん、っていうの思ったことを言ってるだけだから、うん、あえて面接官が分かるようなことを私は伝える必要ないなって感じて、うん、経験に結びつけて話すところに帰結したんだと思う。あ、自分しか持っていない経験を話すっていうところを意識したっていうね。ちなみに、なんで受かったかみたいな話を聞いたと思うんですけど、他に受かった要因とかってあったら教えていただきたいです。これは多分私の大学生活全体を通じてだと思うんだけど、うん、で普通の大学生活をどうしても送りたくなかったの。そうだから 1,2 年生の頃から中国を教えるビジネスしたりとか、うん、その留学行ってからも旅行代理店の上海支部で半年間インターンやったりとか、結果就活というふうに考えてなかったけど、うん、でも何か大学全体を通じて、まあ、残せるエピソードだったりとか、うん、人に話せる何かを、まあ、行っていこうというかやっていこうみたいなところでいろいろ行動を起こしてきました。就活直前になって、うん、ハウトゥーとかだけに特化したんじゃなくて、うん、その前の段階からちゃんと大学生活充実させようっていう気持ちがあって、うん、実際行動していたからっていうのが成功につながったっていうことですね。そう、いろいろやってきたことが結果的に就活で話せたっていうだけだから、就活のために何かをやったわけではない。じゃあ大学生活を充実させようって頑張ることがなんだかんだ就活につながるっていうことですね。やりたいことをやるのがいいと思う。大学4年間を通じてエリちゃんの場合は大学1年生の時から頑張ってたと思うんだけど、うん、多くの大学生はやっぱり大学 1,2 年生の時は何もしなかったとか就活始まってやばいって思う人は結構多いと思ってて、うんうん、そういう人たちはもう手遅れではないっていうことですか？私はまだ手遅れではないなと思ってて、うん、この時期で特に何も経験してないけど、うん、でも大手行きたいとか、でもなんか早く締め切ってたところもまだ応募したいって思ってるんだったら、まあ、ボストンキャリアフォーラムに登録するとかリンクドイン登録するとか方法はいくらでもあると思うのね、うん、そういったツールをもう有効活用して本当に行きたいのであればちゃんと戦略的にやるっていうのも一種の方法だから、悩むんじゃなくてまずは行動してほしいっていうのは私の中の答えかな、うん、過去は戻せないからね。そうそうそう、やってないならやってないなりにエピソードを作ったり、うん、ちょっとでもやったことを、まあ、エピソードとして話したり、応募できるところはちゃんと、うん、まあ、タッチポイント増やしていって応募するっていう意味では、うん、大切なことかなと思う。ちなみに OB、OG 訪問が同じ大学にいないっていう悩みも言ってたと思うんだけど、そこの部分とかは大丈夫でしたか？日本女子大学っていう大学の時点で OB はいないし、うんうん、で社会福祉学科っていうことをも踏まえると法廷の一般職か国家資格を取って、あとソーシャルワーカーだったり社会福祉っていうところに就職するのが一般的なの、うん、外資とか、まあ、日系大手って狙う人は本当にいなくて、うん、じゃあそういったところで OB、OG 訪問どうしていたかっていうと、まあ、意識をし始めた2年生の初めくらいに大体20人くらいとツールを通じてお会いました。業界とか企業とかを知る意味で最初は活用したけど、最終的にはそんなに就活始めてからはやらなかったけど、うん、でも最初はそういうあの使い方でした。結論、ハンディとかその悩みにはならなかったっていうことですね。そう、大きく。そう。ああ、よかったよかった、うん。最初は不安だったけど、やってみたら大丈夫だったって。周りがモチベ低いとか、頑張ってる人いないから、自分一人だけで頑張ってるとか、就活友達いないとかっていうのは結構あるあるだと思うんですけど、ゆりちゃんも言ってたと思うんですよね。うん、それはどういうふうに解決していきましたか？考え方で解決したんだけど、うん、そうやって思うのって、例えばモチベーションが下がってしまうとか、うん、周りが優秀だからどうすればいいか悩んでしまうっていうのは、周りと比較してるからだと私思っていて、うん、比較するのって条件が同じだから比較できると思ってて、うん、同じ大学で、同じサークルで、で同じバックグラウンドで同じ価値観を持ってて、で同じもう専攻とかだったらもう本当にもう比較できると思うね、うん、同じしかも就職先狙っててみたいな、うん、でもこんな人っていないし、うん、比較をする対象と必要性がないっていうのが私の中の結論。これを意識してからはもう全く比べなくなったし、うん、周りがどうだからって考えることも一切なくなったし、別に最終面接とかで落ちたからといってやむこともなかった。なんか周り頑張ってなかったら、うん、自分もまあいいかなって思う人が多いと思うんですけど、うん、その中で頑張れた理由とかってありますか？自
分にしかないものを多分知ってもらいたかったなと思う、どっかの企業に。弱みとか強みもある中で、この強みとか自分のことを知ってもらえる企業に学んでいただければいいなぐらいに思って、うん、モチベーション的には就活は生活の一部だぐらいに思ってたから、うん、今こうやって話してるとさ、めっちゃ頑張ったじゃんみたいな感じで思われるけど、全然頑張ってること比べたら、うん、すごいフラットに考えてると思う。そこまでなんか頑張っているという意識もなくて、そうそうそう、自然とやってたってことですね。動画に出るって結構ハードル高いと思うんですよ、一般的に、うん、出てよかったと思いますか？結果は出てよかったと思う。おー、よかった。理由は、うん、自分の思ってることを言語化して世で活躍されてる方からフィードバックもらえるわけじゃない、うん、自分の考えてることってどれくらい稚拙で、むしろこれはでも活かせるなっていうその判断基準になったっていう意味ではすごいよかった、うん、アンチとかそのいいコメントとかも両方あるけど、コメント欄を気にするとかいうよりかは、自分がいかに言語化できてそれに対するフィードバックどれくらいもらえるかみたいなところで、いろいろな動画に上げたかな。じゃあ最後にゆりちゃんから今頑張ってる就活生に向けてメッセージとアドバイス的なところがあったら一言いただけたらなと思います。自分が何をやりたいかとか、多分やりたいことが見つからないっていうのは一種悩みとして持っておくのいいんですけど、まあ、それをなんか重く捉えずに、就職活動っていうのはあくまで一つの、まあ、ターニングポイントっていうだけなので、大きなイベントとして捉えすぎず、なんかフラットに考えていって自分なりに就職活動を終えてくれたら、まあ、それはそれで有意義な就活だったのかなっていうふうに思うので、このまま頑張っていただければと思います。ということで、本日は貴重なお時間をいただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。